それでは最後に集合を表す方法としては2つあって1つは外縁的記法と呼ばれるもので集合の要素の全てまたは一部の列挙による記述となります。この方法は直感的に分かりやすいという特徴があります。例えば2468。 点点点と表すと、これは正の偶数全体を表すということが直感的に分かります。同様に点点点マイナス3。マイナス11357点点点と表すとこれは？負の整数も含めた奇数全体を表すということが直感的に分かります。このような外縁的記法は？ 直感的に分かりやすい反面、論理的に正確ではないというデメリットもあります。それに対し、内包的記法は、要素の満たす条件や式による記述を使います。論理的に正確で、集合の等価性、すなわち2つの集合が等しいかどうか、あるいは2つの集合に間集合の間に、 方眼関係があるかどうかということを論証する場合に必要な方法です。例えば、2m、m は自然数と書くと先ほどの正の偶数全体を表す表現になります。m が自然数全体を動くと 2m は2、4、6、8と正の偶数全体を動くわけですね。あるいは、 t 倍の11と書くとこれは t が実数を置くと11方向のベクトルを実数倍したもの全体ということになりますからこれは直線 y=x を表すということになります。このように2つの表現方法がありますが数学的には正確なのは内方的記法ということになります。